コーヒー豆のいい香り、マスク越しでも感じます。愛知県内のローソンでは、このように入れたてのコーヒーを毎日楽しめるサブスクリプションが始まりました。おとといから愛知県内のおよそ620店舗のローソンで始まったコーヒーのサブスクリプション、マチカフェプライムの実証実験。事前に1500円の利用券を購入すると、1杯110円のマチカフェコーヒー S を1ヶ月間毎日1杯飲むことができるんです。サブスクリプション、通称サブスクは、料金を支払うことでサービスや製品を一定期間利用できるビジネスモデルのこと。音楽や動画配信に始まり、今や旅行や家電レンタルなど、さまざまな分野で活用されています。このコーヒーのサブスクを思いついたのは、愛知で働くローソンの社員なんだそう。どうして愛知だったんでしょうか。名古屋駅、栄中心に都市部というところと、人口もそれなりに規模があるというところと、郊外に行けば観光の立地、または農業の立地、またあとトヨタさん中心に工場立地というところがありまして、さまざまなお客様が凝縮されているというところで、実験させていただくには一番いい場所じゃないのかなというところで考えました。どうでしょう、愛知のモーニング文化とも少しは関係があるんでしょうか。もしかしたら喫茶店ではなくコンビニで、例えばこのようなサンドイッチと一緒に購入される方というところも、ニーズはあるんじゃないのかなというところで考えています。マチカフェプライムの利用券は、店舗でローソンアプリのデジタル会員証を提示して購入。その後、1日1回配信されるクーポンでコーヒーを買えるように。利用券の販売は6月25日まで。実証実験は7月31日までです。毎月11日から25日までに利用券を購入した場合は、翌月1日から1ヶ月間、毎月26日から翌月10日までに購入した場合は、翌月16日から1ヶ月間利用することができます。またカフェラテやミルクティーなどコーヒーの S サイズ以外も差額を支払えば OK。 ちなみにカフェラテ M は180円なので、70円プラスで払えば購入することができます。それぐらいならいいじゃんって思っちゃうな。14回以上来店すれば元を取ることができ、1ヶ月毎日通うと1杯あたり50円以下と半額以下になるのですが、1ヶ月毎日飲むと思うと相当お得だなと思うんですが、採算は取れているんですか。確かに。コンビニでコーヒー買われる方ってコーヒー単体で買われるわけではなくて、いろんなものとサンドイッチですとかベーカリーですとか、そういうものと一緒に買われているっていうシーンありますので、そことトータル的に見て、どういう結果が出るのかっていうところは今検証させていただきたいと考えております。習慣で飲む人が多いコーヒーをサブスクで提供し、集客力アップとついで買いの増加を狙っています。買い物に来たお客さんに話を聞いてみると、コンビニのコーヒーってよく購入しますか。私めっちゃ購入しますそうですか。毎日飲んだら半月で元取れる。そうですそうです。初めて聞いたんで、すごい珍しいなと思いました。コーヒーを買いに行こうと思ってコンビニに来た時に、買う予定はなかったけれど他のものを買ってしまったっていうことはありますか。あります。それしかない。それしかない何を買いたくなりますか。スイーツ。1ヶ月毎日飲めるんです。毎日です。だいぶお得ですよね。毎日使うとなると。買う予定はなかったけれどちょっとスイーツ買っちゃったみたいなことってあります。例えばどんなのがありましたか。ロールケーキ好きなので、そのローソンのロールケーキよく買うんですけど、コーヒーに合うんで、そうですね、ついでにみたいなことはたまにあります。ローソンでは7月末までの実験の結果を検証して、1日あたりの購入数や金額、さらに全国拡大するかを検討するということです。サブスクのチケットの購入はもう始まっているんですよね。申し込みの数は予想以上、いかがですか。
非常に多くの方の反響反応というものがありまして、想像以上というところの、スタートというところを反響いただいていると思っております。